What's up, everybody? It's Kenji here. はい、どうもはじめまして、Kenji でございます。今回は iPhone と一眼の5つの撮影ハックについてご紹介したいと思います。それでは行きましょう。Let's go!はい、ではまず1つ目、フレーミングです。皆さんフレーミングってご存知ですか？例えば、iPhone とかにも表示されてるこの、これ見えてますかね、この線がついてる機能ってつけることができるんですよ、 iPhone に。これをつけることによって、その線と線が交わってるところ、なんでこうなってるじゃないですか、1,2,3,4 でこの4つの線で交わってるところに撮影する被写体ものとかを置くと、だいたい綺麗に映るようになるんですよ。またそのグリッドの中心地に被写体かそのまた物を置けば、パッと綺麗な写真が写るようになるんですよ。それも一眼にもついてますし、その一眼で表示させた方がどの位置に被写体を置くのかっていうのも大体分かってくるんですよ。ちなみに今こうやって撮影してるカメラなんですけど、僕はこれ今9バッテンに、その先ほど言ってたこのグリッド4つの線のグリッドにさらにまたバッテンがついてるようなグリッドにしております。だからそうすることによって、やはりその自分が撮りたい絵こんな感じにスライドさせればすごく綺麗に映るようになる、誘導線みたいなものを作ることができるんですよ。はい、それが1つ目でした。2つ目はですね、アングルですよ。アングルなんですけど、例えば、皆さんがご存知のスクランブル交差点、渋谷のスクランブル交差点ってあるじゃないですか。大体やっぱりみんなって同じ場所でしか撮れなくなっちゃうんですよ。その同じ場所って何千人何万人、観光客の人たちとかもやっぱり撮るんじゃないですか。それってやっぱり同じ場所でしか撮れないんですよ。いくら写真を撮ってもやはり同じように見えてしまうって感じの現象が起きるんで、大体その、他の人と差をつけるために、その別の角度から撮影するようにするっていうのがその一つの工夫になるかなと思います。アングルでした。 3つ目は間を通して撮影するっていうことです。例えば、どんな感じかっていうと、携帯で撮影するじゃないですか。例えばこちらのティッシュ箱とこちらのレンズで、こうやってこんな感じに手前に物を置いて奥に被写体を置く。そうすることによってその空間作りが作られるんですよ。その間の空間が、それを作ることによってその表現したい幅が広くなるんですよ。なんで、今ちょっと手元にレンズとティッシュ箱しかなかったんですけど、それが外だったら、例えば木と木の間、枝とか木と木の間とかにこうやってフレームを入れることによって、そのまた別の世界が見えてくるんですよ。なんでそんな感じで、iPhone とかでも一眼でもこれは関係なく使える技法なんで、ぜひ皆さんも間を通して撮影をやってみてください。はい、4つ目、ライティングですよ。僕今はこっち照明使ってて、こっちも照明使ってるんですけど、別に照明を買う予算がない人はもう自然光で大丈夫なんですよ、全然。で、自然光を使って撮影するときは、大体もう窓、窓を使って、その例えば物を置いてそこで写真を撮るみたいな感じで、そうやって撮ることもできますし、外だったら、例えば光を使って普通にそのいい感じの影を作るとか、そうやって表現することができるんで、照明がないからって言って引っ込むことがないんですよ。照明ちょっと確かにライティングの位置とかって怖いかもしんないんですけども、徐々にこうやって慣れていけば、全然皆さんもこうやって照明使う時も全然使えるようになるんで、ということでライティングも少し意識もしてみてください。5つ目はですね、ロケーションです。ロケーション、これはめちゃくちゃ大事で、ロケーションっていうのはですね、先ほども言った渋谷とかのように、その渋谷ってなんであんなに人がいっぱい集まって写真を撮るかっていうと、光を出してくるお店が多いんですよ。出してくるから写真が映える、写真がすごく綺麗に写るっていう理由で、大体いろんな人が行くんですよ、ロケーションで。その場所が何に特化してるのかっていうのも下調べした方がいいと思います。で、例えば今高知県にいるんですけど、高知県って人工的な光ってあんまりないんで、人工的な光があんまりないところでどういう風に撮影したらいいかっていうと、やはり昼間とか夕方とか、ベストスポットなんですよ。で、自然を使っていかにその場所を伝えるかっていうのも、そのちょうど今挑戦してるところなんですけど、そうやってロケーションも把握して、そこの良さを伝えていければいいかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。5つのハック、皆さんどうですか？ちゃんとこの5つ、フレーミング、アングル、間を通しての撮影、ライティング、そしてロケーションスカウトです。はい、
この5つを注意して撮影に挑めば大丈夫です。もしこの動画がためになったらいいねボタンと登録者ボタンも押しておいてください。よろしくお願いいたします。ということで I'll see you in the next video. Signing out.